塩川正十郎は、日本の政治家。衆議院議員を11期務める。自由民主党所属。自民党総務会長、運輸大臣、文部大臣、内閣官房長官、自治大臣、国家公安委員会委員長、財務大臣などを歴任。自民党の政治資金団体たる、財団法人国民政治協会会長及び、党友組織自由国民会議代表。 東洋大学総長、財団法人関西勤前理事長、特定非営利活動法人武指道協会理事長、ベストヒット歌謡祭実行委員会名誉会長。愛称は、潮 G。大阪府中河内郡伏施村で生まれる。父は、旧伏施市市長の塩川昭蔵で、大阪府立屋お中学校出身。郷理の高等学校にでも進学するつもりだったところ、 父から田舎の学校へ行ったって、しょうがない。都会の、それも、慶応へ行け。慶応へ行くんだったら、経済じゃないか。それ以外は、あかんぞと言われ、慶応義塾大学経済学部経済学科へ入学。在学中、学徒出陣により出生する。大学では、高橋誠一郎の講義を熱心に調講し、登山にも熱中した。終戦後、会社を設立し、 経営者となる。その後、青年会議所や、信用組合の幹部、市役所の助役を経て1967年の第31回衆議院議員総選挙で、旧大阪4区から立候補し、当選、衆議院議員となる。当選後は福田派に入会し、福田赳雄内閣の発足時には、内閣官房副長官に抜擢された。党内では森、森喜朗、三塚宏、 加藤六月らと共に安倍派四天皇と称され、安倍晋太郎の総裁就任が悲願だった。税制など経済政策に精通しており、地下税を導入した時の当税調会長として知られる。塩川も鈴木善後内閣で運輸大臣として入閣したのを皮切りに、文部大臣、内閣官房長官、自治大臣、国家公安委員会委員長を務めた。選挙では、 中選挙区時代に10回連続当選したが、小選挙区比例代表並立制導入後初めての選挙である第41回衆議院議員総選挙では、重複立候補を辞退し、大阪13区から立候補した。しかし、新進党の新人である西野明に敗れ、現職の党総務会長ながら落選の浮き目を見る。2000年の第42回衆議院議員総選挙で当選し、 国政に復帰した。2001年自由民主党総裁選挙で森派の後輩、小泉純一郎の選対本部長を務める。塩川も同選挙に立候補していた亀井静香に、もともと亀井君も同じ政魔界にいたんだから、この際、小泉にしてやってくれんかねと頼み、そこで亀井は議員投票の前に小泉と9項目の政策協定を結んで辞退した。 塩川は、その後、成立した第一次、小泉内閣で、財務大臣に就任した。財務大臣に80歳になろうとする人物がついた、ことは、サプライズ人事の一つとされた。金融実務や東税庁会長の経験を活かし、小泉構造改革の旗振り役を務めた。第一次小泉第一次改造内閣でも、留任、第一次小泉第二次改造内閣発足時に、 退任すると第43回衆議院議員総選挙にも立候補せず、政界から引退する。塩 o で第18回審後、流行語大賞のトップ10入りとなる。小泉首相とは30年来の法優という間柄で青木幹をと組んで、党内優和を解く森元首相とは一線を隠し、小泉首相の貢献人として影響力を行使した。 日本相撲協会運営審議会委員、東洋大学総長、財団法人、尾崎幸男記念財団顧問、財団法人国民政治協会会長、自由国民会議代表、時代を刷新する会会長、ベストヒット歌謡祭実行委員会名誉会長を務めた。また、産経新聞にて毎月第3木曜日に、コラム、COG のよく聞いてくださいを連載していた。 2004年には東洋大学において国際交流並びに外国人留学生の育成を対象とした奨学金、塩川正十郎奨学金を創設した。2015年9月19日午前10時15分、肺炎のため大阪市内の病院で死去した。93歳ボー塩川の葬儀では小泉元首相が弔辞を読み上げた。日本国政府は 塩川に肖像くらい、追のぶと銀杯一組の追蔵を、閣議決定した。2003年4月12日、コロンビア特別クワシントン市での世界銀行グループ、国際通貨基金春季会合にて先進7カ国財務省らと、毎年11月に日本テレビ系列で放送される、ベストヒット歌要祭では、大会実行委員会名誉会長を務めていた。群馬県大楽に板倉町にある、 東洋大学板倉キャンパス内に、塩川昌十郎の銅像が、東京都文京区にある、東洋大学白山キャンパス内に胸像がある。これは、塩川が本大学の理事長を務めたことによるもの。なお、塩川は他界するまで東洋大学総長を務めた。父は、旧伏せ市,市長の塩川昌蔵。大阪大学名誉教授の塩川二郎は弟。 長男の塩川講師は近鉄バス社長。孫の塩川賢治は大阪府議会議員。塩川家は和歌山県の小川寺が所有する国宝の小川寺、縁起絵巻に登場する長者の末裔とされており、小川寺の山門には、肖像の名義で寄進が行われたことを示す石碑がある。おいの一人は、大学で一気飲みを強要された後、急性アルコール中毒で急死した。 朝日新聞への投書でこの風潮に問題提起している。ありがとうございます。